ともみ、今どこにいる？そろそろ仕事終わりの時間？急にどうしたの？レイナから連絡なんて珍しいね。実は半年くらい前から地元を離れて都心に出てきてるんだよね。そうだったの？高校の時絶対地元から離れないって言って県外の大学行く私を散々馬鹿にしてなかった？あの時はね。でもやっぱり県内の男って限度があるっていうか、物足りなくなったっていうか、私に合う男は洗練された都会にいるって思ったから出てきちゃったんだよね。そうだったんだ。全然知らなかったわ。あ、もしかして都心に出てきてるから私に連絡くれたの？この辺に住んでるのってともみくらいなんだもん。他の子たち地元帰ってきたり別のとこに引っ越したりしてるし、結婚して家庭持ってる子も多いしね。確かに去年とか結婚なしだったわ。その点ともみはまだ独身だし。あー、それなんだけど実は婚約してて。え、そうなの？ともみが婚約？仕事一筋のキャリアウーマンが？ご縁があって出会った方とね。結婚式は今月の予定なんだけど、身内だけで海外であげる予定だから友達とかあんまり呼んでなくて、入籍したら報告しようと思って地元の子にもあんまり話してないの。そうだったんだ、初耳、びっくり。なんてね。え？実はトモミが婚約してること知ってるんだよね。相手は30歳の若さで大企業の部長をやってる超優秀な年収1500万プレイヤーでしょ。仕事終わりのアフターファイブで週5のジムが用意してる上にタワマン暮らしの情がつくほどの成功者。ちょっと待って、なんで知ってるの？レイナとは高校の同窓会でちょこちょこ会うくらいだよね。そりゃ私の情報を舐めてもらっちゃ困るわよ。こっちは去年の周りの結婚ラッシュでご祝儀貧乏になって結婚遊び始めて婚活もスタートさせたアナサーよ。私に見合う結婚するためにちょっと考えたのよね。ちょっと考えた？一から条件がいい男を探すのは骨が折れるけど、もう条件がいいって分かってる男を落とすのは簡単でしょ？そこで条件のいい男は結婚しそうな女にチェック入れといたのよ。高校のミスコン常連者に、お嬢様大学行った平凡女に、地方のアナウンサーになった同級生に都心で働くキャリアウーマン。まさかそのキャリアウーマンって私？その通り。そのあたりの女の周りを調べれば必ず条件のいい男は出てくると思って探ったら、見事ビンゴ。あんたの彼氏が大企業勤めでお父様がその企業の代表取締役社長やってて、こっちの条件に完璧に合致するって調べがついたわけ。いつの間に、勝手に人の周りを嗅ぎ回すだっていうの？人聞き悪いわね。ちょっと調べただけだってば。それで彼を紹介して欲しくて連絡よこしたの？あるけど、そんなことできないからね。別にそんなのいらないわよ。紹介してくれなくてももうこっちからコンタクトは取ってるし、もう私たち付き合ってるから。あ、付き合ってる？何言ってるの？つまり、あんたは捨てられるってこと。で、今どこにいるの？あんたが帰ってくる時間に合わせて、我と外にご飯食べに行く予定だから。ほら、豪華なタワマンで、遭遇して、嫉妬で暴れられても困るし。ちょっと待って、本気で言ってるの？付き合ってるって。私たち結婚式は今月なのよ。だいたい彼からも何も聞いてないし、重みからは婚約者も結婚式も奪っちゃうことになるでしょ？だからサプライズプレゼントあげようと思って、サプライズといえば、極秘で準備するものだし、なかなか言い出せなくてごめんね。サプライズ？浮気してたことがサプライズプレゼントだって言うの？帰ってきたらわかるわよ。私たちからともみへのサプライズプレゼントが用意されているから。冷静に話せるかわからないけど、今仕事終わって車で帰るから、とりあえず帰ったら話し合いましょう。事情をしっかりあなたからも彼からも聞かせてほしいし。傭兵、どういうこと？どうして私の荷物がないのよ。レイナに連絡しても全く繋がらないし、これがサプライズプレゼントだって言うわけ？やっと帰ったのか。レイナが LINE してから1時間も経ってるのに全然帰ってこないから、サプライズに驚きすぎて気絶してるんじゃないかって笑ってたとこだよ。笑ってた？結婚式を今月に控えてて、あなたの浮気が発覚して、とりあえず話を聞こうと思って家に帰ってきたら、私の荷物だけがなくて、代わりに私のじゃない女物の荷物があるこの状況を笑ってた？
そもそも、そのタワマンにお前が暮らせてたのは、俺と付き合ってたからだろ。俺の地位と名誉と財産のおこぼれをお前ももらってただけなんだから。婚約破棄で赤の他人になったお前に、その恩恵を受ける権利はない。ってことで、荷物全部運び出したから。勝手に？俺の家にあるものは俺がどうしようと俺の自由だろ。ちょっと待ってよ。勝手に浮気して婚約破棄を決めたかと思ったら、今度は勝手に荷物を運び出すなんてこんなのあんまりよ。私の荷物はどこにあるの？大事なものってたくさんあるのよ。安心しろよ。さすがに捨てるなんてことはしてないから。レンタルの倉庫に全部運んでやったよ。1ヶ月分だけ支払いはしておいてやったから。1ヶ月以内に荷物取り出して引っ越しろよ。倉庫？信じられない。慰謝料がどうこう言い出しそうだから先に言っとくけど、レンタル倉庫を手配して荷物を運び出す車も手配して、その支払いは全部こっちが負担しちゃったんだからそれでいいだろう。勝手にしたことを恩着せがましく言わないで。そもそも自分たちがしたこと分かってるの？何度も言うけど、結婚式は今月なのよ。海外挙式だから宿泊施設とか、招待客の皆さんの航空券の手配とか全部準備が終わってるの。今更結婚はなしなんて、中止するってだけでもどれほど骨が折れるか分かってる？その点なら大丈夫。俺レイナと結婚するから。え、レイナと結婚？本気で言ってるの？俺の方の招待客は変わんないし、お前の方の招待客とレイナの招待客をまるっとチェンジさせれば問題ないだろ。そんな簡単な話じゃないわよ。どうせ金はこっちが全部持ってるんだから、お前がどうこう言える権利なんてねえよ。確かにそうかもしれないけど、金持ちに逆らうな。ただの庶民が俺と結婚して金持ちを仲間入りをしようとしたんだろうけど、そう簡単になれるわけねえだろ。その点レイナは金持ちの嫁としての心得がよくわかってる。金持ちの嫁としての心得？金があるんだし専業主婦になれって言ったのに、お前は仕事を続けたかっただろう。金があるんだから気にせず高級スーパーで買い物をして、外食だって行きたい時に行こうって話したのに、お前はもったいないからって安いスーパーで買い物をして、作り置きとか貧乏臭い節約飯ばっかり作る。私は身の丈に合った生活をしたいだけよ。だったらなおさらお前は俺の嫁になる器じゃねえわ。身の丈に合った生活って言うんなら、レイナが言う通りちゃんとセレブな生活しないとな。レイナは金の使い方を分かってるし、ケチじゃないし、育ちもいいから一緒にパーティーとか参加しても恥ずかしくない。何より俺のことを立ててくれて尊重してくれる。私だってあなたのことは尊重してたわ。自分も働いてるからっていつだって同等の扱いだったじゃねえか。レイナは三つ指ついてお出迎えしてくれるし、いつもお疲れ様ってねぎらってくれるし、何より俺との結婚のためならすぐに会社を辞める決断をしてくれた。故郷を捨てる覚悟までしてくれたんだぞ。覚悟って、お前がしてくれなかったことをちゃんと全部してくれたんだよ。わかるかこの意味が。彼女は俺のために生きる覚悟をしてくれたんだよ。ってことで、俺はお前との婚約を破棄してレイナと結婚する。これが俺の幸せの近道なんだから、お前も賛成してくれるよな。もう無理なのね。いろいろと手遅れのことは分かった。レイナに伝えてくれる？これから先大変なことになると思うけど頑張ってって。レンタル倉庫の住所と鍵の暗証番号は後で送っとくわ。それじゃあ今までご苦労さん。今入籍してきました。今週末にはハワイに飛び立つし、ほんと幸せすぎて怖いわ。結婚おめでとう。ところで妖艶のご両親には挨拶したの？なぜハワイで会うし、その時に挨拶すればいいよって。傭兵が言ってくれたから、その時挨拶する予定。もしかして傭兵の両親は、略奪君を怒ってるとか思ってる？怒ってるかは知らないけど、とてもまっすぐで素敵なご両親だったから、自分の息子は浮気なんかして、こんな結果になっていい気分はしないんじゃないかな。残念でしたー。そのあたりもきちんと調べてるわよ。調べてる？彼が一人っ子で溺愛されて育ったことをね。つまり彼が最終的に誰を選ぼうと、結局ご両親は私たちの結婚を認めざるを得ないってわけ。だって一人っ子だからね。そんなことまで調べてたの？ってことで何の心配もなく私たちは入籍できたし、今週末にハワイでの海外挙式にも出発できる。あんたを追い出したタマは私のもの。
いつは吸えたでしょ。今日でセレブ生活は終わりよ。彼から何も聞いてないの？は？聞いてないって何よ。そのタマ、彼のものじゃないってこと。何言ってんの？タマが傭兵のものじゃないってそんなことありえないでしょ。だってあのタマは傭兵のものだって彼が言ってたのよ。だからあんたの荷物だって外に出せたんだし。あのタマの名義人は別の人よ。別の人？まさかあんただって言うんじゃないでしょうね。まさか、私があんなタマン買えるわけないでしょ。だから彼のものでしょ。彼のお父様のものよ。お父様のもの？あのマンションはもともと彼のお父様が投資物件として購入したんだけど、私と彼が婚約したお祝いに一室譲ってくださったの。って言っても破格で借りてるってだけだけど、あの部屋の主は傭兵のお父様で、私たちは謝礼程度にいくらかお金を渡してるってだけだったわ。ほとんど教育費とか管理費とか駐車場代分くらいしか受け取ってくださらなかったけど、でも彼のお父様のものだって言うなら別に何も問題ないわよね。お父様のものってことは彼のものってことだし。そうだといいわね。何それ、なんか知ってるの？タワーの持ち主である傭兵のお父様が今後どうするか次第でしょうね。タマミ、引っ越した？荷物ってどこに運んだ？さっきあんたの荷物を入れた倉庫に行ったら何もなくて、もう引っ越し先は決まったってことでしょ？いきなりどうしたの？私の荷物なんか興味ないでしょ？タワマンでセレブ生活を送ってるレーナには追い出されたの。タワマンを？お父さんが来て私も傭兵も追い出されたの。自分の持ち物のマンションにバカ者どもを住まわせって。やっぱりお父さんが業者連れてきて荷物全部レンタル倉庫に入れるとかなんとかで勝手に持っていっちゃって。うわぁ、因果応報。住むとこないのに。私はすぐに住むとこ探して引っ越せたけど、それができないから困ってるの。困ったからってどうして私に連絡してくるの？ともみの家に泊まらせて。は、そんなこと許すと思う？私と彼を二泊させてくれればいいの。週末にはハワイに行くし。ハワイの結婚式ってまだやれたの？その結婚式の日は全額傭兵のお父様が出す予定だったけど、マンションを追い出されてもそっちのお金を出してくれるの？ちょっと待って、結婚式の費用全額お父さんが出すの？何それ、聞いてないんだけど。結婚に関して傭兵が出すお金なんか一銭もないわよ。全部お父様が出してくださる予定だったから。傭兵昔からお父様に頼って生活してたから、結婚したら私たちの身の丈に合った生活を私たちでしていこうって言ったのに、それが気に入らなかったみたい。待って、何もかもお父さんが出す予定だったって、お父さんの怒りを買ったら終わりってこと？そうね。仕事からプライベートまでお父様が面倒を見てたようなものだし。嘘でしょ。私はもともと彼と出会ったのも、傭兵のお父様と仕事の取引でお会いして、息子には私のようにしっかりした女房が必要だ、しっかりいいからぜひ見合いをしてほしいってお願いされてお見合いしたのがきっかけなの。つまりお父さんが探し出した結婚相手を傭兵が捨てたってこと？相当怒ったでしょうね。自分に何の相談も断りもなく、私と婚約破棄をして、あなたと入籍して、自分の持ってるマンションに住んでるなんて知ったら、そりゃいくら温厚なあの人でも怒るわ。私ハワイで結婚式できるんだよね。結婚してセレブ生活送れるんだよね。今家なしの状況でできると思ってる？そんな、私はただセレブの生活に憧れてただけなのに、家もなくて結婚式もできるなったらどうしよう。ついでに職なし金なし貯金なしの旦那とどう過ごしていくのかも見物だわ。職なし？言ったでしょ？仕事もプライベートもお父様に頼り切ってるって。彼の勤めてる会社の代表取締役社長がお父様なんだから。彼が部長職なんかできるのもその骨のおかげ。たまから追い出すくらい怒ってるんだから、会社からも追い出すに決まってるでしょ。嘘よ、そんなことしたら私どうやって生活していけっていうの？夫婦共働きの世帯なんて今どき珍しくないでしょ。私働きたくないからわざわざ条件のいい男を探してたのよ。わざわざ都会のあんたの彼氏を調べ上げたのよ。今さら働くなんて絶対に嫌。そんなこと言ってもこれは私の一存ではどうもできない問題だしね。何せ彼の生活の手綱を握ってたのはお父様なんだから、いつまでもそれはできないと思って私は自立させようとしてたけど、
彼はそれを望まなくてこういう結果になったのよね。どうしよう、ろくでもない男と入籍しちゃった。頼みに返す。景品限りの返却付加商品です。自分の選んだ男なんだからどうぞお幸せに。嘘でしょ、まさか放置するつもり。ちょっと頼み。返せ。何を。俺の富、名声、力、この世の全て。え、海賊王。お前のせいで親父が俺のことクビにして、ハワイ挙式も旅行も金出すないとか言い出して、東門からも追い出されたんだぞ。どこで暮らせって言うんだ。俺のものをお前が奪ったんだ。もともと全部あなたのものじゃないでしょ。仕事だってお父様のおこぼれ、タワマンだってお父様のご厚意、結婚式と新婚旅行のお金もお父様の恩恵、全部お父様のものだったのに何を勘違いしてるんだか。せっかくレナと幸せな結婚生活を送れると思ったのに、これじゃ全然幸せじゃない。お詫びとしてお前の家を明け渡せ。むちゃくちゃね。この会話全部お父様にお伝えすれば。え、親父に。だって婚約破棄の慰謝料請求で弁護士費用は持つから徹底的にやりなさいって弁護士さんを紹介してくださったんだもの。担当の弁護士さんとお父様には全てやり取りを見せるわよ。慰謝料。浮気もそうだけど、私の荷物を勝手に出して引っ越しにかかったお金とかもまとめて請求することにしたわ。あと随分適当に運んでくれたのか、私の大事なタブレットやアクセサリー、高級なバッグにも傷がついたりして、その分の賠償もしてもらえますからね。トータルで1000万はいかないくらいかな。現実的な数字でよかったわね。ちょっと待てよ、俺は仕事をなくしたんだぞ。何が。収入がないのに払えるわけないだろ。それに俺は倉庫代を払った。収入がないなら働けばいいじゃない。大丈夫、職歴も学歴もコネも問わない働き口はそれなりにあるから。年収1500万の俺に、そんじょそこらの誰でもできる仕事につけって言うのか。そもそもお父様の権威があったからでしょ。自分の力だけでしっかり払ってくださいね。このままじゃ本当に何もなくなっちまう。そんな、もともと何も持ってなかったんだから、現実を見ることになるだけよ。これからなんだってモテるってことじゃない。よかったね。よくない。お父様を怒らせたら怖いって実施ならわかりそうなものだけど。あ、もしハワイに行くならマカダミアナッツと粉コーヒーをお土産でよろしくね。行けたらだけど。それじゃあ、あとは弁護士さんに丸投げするとして、私はこれからキリマンジャロでコーヒーブレイクするわ。コネなしで生きてくの。頑張ってね。私は弁護士さんを通して話をするために二人のLINEをブロック。結局二人はハワイに行けず、結婚式も挙げられず、取り急ぎの家探しと職探しで2週間ほど駆けずり回っていたそうです。なんとか風呂なしアパートを借りられたそうですが、私への慰謝料や結婚式のキャンセル費用などなどの支払いをすると、二人のバイト代はほとんど消えてしまい、タワマンセレブ生活から一転、風呂なし貧乏生活に落ちぶれたそうです。ちなみに彼はご両親から絶縁を渡され、現在も連絡は取れていないとか。